ヨセタウンプラザは、北海道千歳市にある複合施設。2005年、閉鎖していた施設を取得していた北海道空港が3階のコミュニティセンター部分を除き商業施設として再開した。2016年に、こと消費型施設としてリニューアルし、市民が本を持ち寄ったりしながら、自由で、開放的に本を読むことができる、民間図書館の街ライブラリー。 遊びを通じて体力づくりができる子ども向け屋内遊具施設の遊びの国ピッピーチトセ人工芝を敷き詰めた屋内パークゴルフ場のチトセインドアパークゴルフクラブが新施設としてオープンしたチトセタウンプラザ前の広場ではチトセ市民夏祭りの行事やチトセ市民郷土持ちき大会などのイベントを開催している街ライブラリーチトセタウンプラザ遊びの国 ピッピーチ歳セチセ市中心街コミュニティセンター、チトセインドアパークゴルフクラブコミックインターネットカフェフリースタイル、チトセタウンプラザの前身は1982年にチトセ市中心部の再開発として開業した再開発ビルエスプラザビルである。地元の商業者などが共同出資したチトセデパートが各店舗となり、 大英とのフランチャイズ契約を結んで営業していたが、近隣商業施設の大型化による競合によって赤字が続くようになり、1999年に運営会社の株式会社、千歳デパートが約46億円の負債を抱えて自己破産を申請した。千歳デパート閉店後のエスプラザビルは3階千歳市中心街コミュニティセンターを除いて閉鎖することになった。 2002年5月、千歳市や千歳商工会議所からの活用要請を受け入れた北海道空港が中心街の活性化と地域振興のために地下1階から2階を購入し、9月には再活用に向けた要望書を市に提出して交渉を行った。施設回収費の扱いでの議論の行き詰まり、テナント誘致の苦戦などにより交渉は難航し、 再開の目途が立たない状況が続いたが、最終的な交渉がまとまり2005年に、商業ビル、千歳タウンプラザとして再開した。子会社のセントラルリーシングシステムが運営し、千歳市は、支援策として1階フロアのうち1230.64平方メートルを10年間の賃貸借契約により借り上げて、固定資産税に相当する分を減免する形で、 助成したほか、ビル再開に伴う施設改修費用の一部を負担した。中心となるテナントには、長谷川産業関連会社が運営する家具店、スイートデコレーションが出店した。中心街において、タウンプラザ周辺だけ通行量が増えるなどの効果があったが、地としかり上げ部分のテナント誘致に苦戦が続き、 同部分の赤字は2年間で941万円となった。2010年に入店していた文京堂書店が千歳駅前のペウレ千歳に移転し、2011年にはキーテナントのスイートデコレーションが閉店した。なお、ほどなくして総合医療品販売店の3機が出店している。2014年に運営会社のシーリング社は、 市からの女性継続が難しいこと、中心街の活性化に一定の役割を果たしたこと、施設の老朽化が進んで、改修工事に数億円が見込まれることなどから翌年3月での店舗部分閉鎖を発表した。この発表について市側も理解を示していたが、市の借り上げスペースに入店しているテナントの移転先確保が難航していたため、北海道空港は、 閉鎖を延期して暫定的な運営継続の方針を示した。シーリング社は物販による収益施設の維持は難しいと判断し、新たな活用策として中心市街地のコミュニティ機能を担う交流施設へ転換するための改装工事を行い、2016年に民間図書館、子供向け屋内遊具施設、屋内パークゴルフ場の新施設がオープンした。 改装をオープンあと1ヶ月で、千歳市内や札幌県内などから約2万人が利用した。街ライブラリーは2019年度に7万人の利用があり、地域の憩い、交流の場、中心市街地の賑わいに大きく寄与してきたが、2020年には新型コロナウイルスの感染拡大による利用者の減少により事業継続が困難となったことを理由に閉鎖が検討され、 地とセシは、シーリング社に対し存続を求めたが、運営を継続しないとの最終回答があった。翌年3月の運営終了が発表され、12月16日から始まった新型コロナウイルス感染拡大による臨時休業中の閉鎖となった。さらに建物も老朽化が進んでいるため、シーリング社は建て替えの検討を進めた。同社は、 同年7月、入居している4テナントを本年度中に退居させ、2022年度に解体し、1階に店舗が入居する賃貸マンションを建設する方針を示した。その後2019年3月17日をもって撤退。千歳デパートに関するカテゴリー、ありがとうございます。